おはようございます、えー。50歳で育児中、ニューヨークのコリンゴでございます。カメラ目線やめて。カメラ目線やめて。カメラ目線。えっ、ー、とですね、実はですね、いつも朝はね、とってもね、ベイビーちゃんご機嫌なんですけど、今日どうしたんですか今日ちょっと様子がおかしいんですね。えっ、ー、とですね、 いつも機嫌、ご機嫌、ニコニコちゃんなんですけれども、今日はね、ちょっとね、この、ふてくされた顔を見てもわかると思うんですけれども、キーユってね、今ね、カメラ向けたので、カメラ目線でなんかこんな落ち着いてるんですけど、ね、さっきまでキーって騒いでたんだよね。で、あの、朝ね、いつも機嫌がいいのにこんなことになってて、おいおいどうしたんだどうしたんだみたいな感じで。 あまあ、一番最初にね、こう赤ちゃん、こ赤ちゃん泣いて、お母さんたちね、困っちゃう人とか多いと思うんですよ。私もね、いや、泣いてるより笑っててくれた方がいいなって感じなんですけど、あの、なんかこの泣くのって、一応赤ちゃんやっぱり感情表現するの、泣くことしか、泣くと笑うとしかできないじゃないですか。 何、ね、かを伝えてるんだなと思っていつもこう泣いてると「何かな?」っていうので一応ねコミュニケーションの手段として泣いて何かを訴えてるっていうことなんでねーおむつ取り替えましたまだ泣いてますおっぱいもあげましたまだ泣いてますで鼻が詰まってるのかなと思って鼻をねちょっとクリーンにしたら。 少し落ち着いたんですけど、それでもまだ気言いやがったので。<laughs> で、いつも朝のルーティンで顔とかも拭いて全部やったんですけど、それでも気言ってるんですよね。あ、これは熱かななんても、熱があるのかななんても、ね、熱もないんですよね。チェックしたんですけどね。なんで泣いてるんですかね。今日はなかなかね、泣く原因を見つけられずみたいな。なんで泣いてたんですか今日は。今日は何で泣いてたんですか あ、すっげえさ <laughs> いつも朝はご機嫌さんでしょおっぱいも途中で「もいらん!」とか言ったったしけどどうしたんですかねぷいってあそうこんな感じなんですよねでもねこれカメラを回ってるからこんななんかすごいなんか俳優じゃねあんた俳優じゃね さっきまでキー言ってたやんだからキーをねもうこれも大人になったら見せられた笑いよかったあれ何もう主演男優賞じゃんなんでなんかポーカーフェイスしちゃってんのすごいなんかだからねこう赤ちゃんとのコミュニケーション大変なママとか言ってたんですけどあれ まあでも基本的には、ほっとかれ、ほっとくと泣いたりしますね。で、泣きやまないこともありますけれどもね、忍耐強くね。でも可愛いからさ、泣いてても可愛いのよ。これがさ、赤ちゃんっぽいんだもん、この泣き声がさ。ね、だ、顎つかむのやめてください。顎つかみやめてください。あの、顎つかむのはやめてください。 いや、やめてください。なんだか本当はね、動画でね、泣いて何の対象をしても、キー言うところを取りたかったんですけど、キー言わない。カメラ回ってると、この人、すごいもう演技派だから。さっきすごいキー言ってたじゃん。皆様にもそのキーをね、 あの、お見せしようかなと思ってて、本当に点々こまでね、キーって叫び始めると、ジョンさんはね、もう本当にディプレスしちゃうんですけど、私はもうそれに慣れたから全然慣れちゃった。キー言っても、ああ、なんか、あれなんですね、みたいな。で、結局、ギャーって騒いでもこうやって対談し、対談じゃないけど、なんかしてるとね、大丈夫なんだよね。泣くときは何かが問題なんだよね。 あの、カメラ目線やめていただけますあの、これ今日こういう動画じゃなかったんですよ。こんなに泣いてる赤ちゃんの大将、顎をつかむのやめてくださいって言ってるんですけど、顎をやめて。<laughs> そう、そう、あの、なんかだから赤ちゃんの対応をね、みんなすごい泣いてる時の赤ちゃんの対応困るよとか、 いつもね、なんか動画でね、あのー、元気な姿を見せてもらってありがとうございますっていう元気じゃない姿も見せようと思って、今日すっごい朝ご機嫌がいいのにご機嫌がすごい斜めだったので、これはどうしようかなと思って動画回したんですけど、こんなことになって顎掴まれてる状態です。しかも、カメラが回ってると、僕はいつもいい子ですみたいな。なんかさっきすっごいさ、ワイン出たじゃーん ま、いっか。ね。ということで、泣いたら皆さん、カメラを回すといいかもしれない。<laughs> これは、でも赤ちゃんもね、個人の性格とかがあるから、ね、全員がそうじゃないと思うんですけどね。なんか、この人はカメラを回すと、泣きやむ感じです。まあ、いっか。ね。じゃあなんか問題あったら、あの、叫んでお知らせください。あ、でもイライラしてる感じですね。カメラきっと止めたら、あ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 、泣く感じ。 なんか問題あるんですか問題あるんだったら言ってもらっていいんですよ。泣く感じだよ、ほら。ほら。あ、我慢しなくてもいいよ。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。カメラ向けちゃうからダメなんだね。うん、ごめん、ごめん。ううん。うん。うん。嫌な。ママのチューも嫌なの。いつもは喜ぶじゃん。多分ですね。 これだと、いつもキーってなって何の問題もなく泣いてるときはもうちょっと眠い合図なんですよね。多分眠いんだよね。<ー>おいえって。眠いと思うので、ちょっと子森歌でも歌って寝かせようかなと思います。<前>あーあ、この、この規制、この規制を発すんですね。なのでね。ああ、だから顔は鼻もやめて。鼻もやめて。 ということであのー、そう育児中の皆さん頑張りましょう。痛い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 よ。と喜ばないだからすごいということでね皆さんいろいろね育児とかで大変ねもうつらいっていう皆さんコ、えっと、リンゴと一緒に頑張りましょう。 でね、なんかママがディプレスしてるママがいたらね、ちょっとそういうママたちと一緒にいろいろなんかやっていきたいなぁなんて思って。<laughs> 今日の動画は台無しでございました。まあこういうね、育児、ね、いろいろあるね。ううことで、皆さん自分なりの育児を楽しんで頑張ってください。私も顎をつかまれてもすごく楽しいです。<laughs> こんなことが。 あるんだね。じゃあ、えっと、解決しよっか。うーん。うー、んん,うん、う <laughs> ーん、うーん。o 皆様、次回の動画で、またお会いしましょう。今、盗撮してるんですけど、こんな感じの叫びです。こんな感じで叫んでるんです。何がして欲しいのあ、多分、この顔はもう眠いんです。 かなり眠いんですね。はい、そうそうそう,そう。叫んでる叫んでる。あカメラ見たら止まった。眠いんですね。寝ましょうか。すごいね。なんかちょっと YouTuber の息子だね。カメラ向けられたらね、イライラしてるとこ見せないのね。すごいじゃん。すごいじゃん。じゃあ、えっと、ごめんなさいね。 でもね、喜怒哀楽大切だから。え、何笑顔まで見せちゃってくれてんの、すごいじゃん、何、なんか。何笑ってんの、さっきまでイライラしてたじゃん。何、急に笑顔な。なんだ。あ、いや、これフェイクですよ。フェイクで。す。<laughs> 絶対。フェイクだよね。さっき、き、言ってたじゃん、イライラしてたじゃん。何、何、その笑顔。何、作り笑顔。やだー。 もう全部かわいいけど。ということで皆さんあの育児中のママ頑張りましょうこのフェイク笑顔でさようならでーすではえっ、ー、と抱っこして寝かしつけたいと思います朝なんですけどねもう昼寝してもいいかねじゃあ皆さん育児頑張ってくださいあ <music>